おはようございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今朝もコミュニケーションのヒント、ボイシー、 YouTube、 ポッドキャストでお届けしてまいります。さて今日のテーマは、おえつが出るほど苦手なことが平気になったという方の取った方法です。皆さんにも苦手なことってきっとあるんじゃないかなと思うんですが、それが一体どうすれば平気になってしまうのか。その前にお知らせです。たった1日でスピーチってこんなに上手になっちゃうのって大好評いただいています。もうかれこれ10年以上やらせてもらっているワンデースピーチセミナー、東京は4月7日、残り2席となりました。京都は3月24日、こちらは残り1席です。なんせ1日6名限定という非常に少人数のセミナーですので、残り少なくなってまいりました。ぜひ皆様お早めにお申し込みください。しかしこちらのセミナー、オブザーブ席といいまして、自分はスピーチをしないからこそリラックスして客観的にスピーチを学べる、そんなリーズナブルな受講方法もあります。今回なんと4月7日の東京は春休みということもあって、お母さんがスピーチにトライされて、そのご家族、旦那さんやお子さんがオブザーブで参加されるという、そんなね、すごくこうファミリーセミナーになってるんです。当然小学生のお子さんが参加してくださいますから、4月7日はかなりこう分かりやすくお話しさせていただくような回になるんじゃないかなと想像しています。ぜひね、春休み期間です。親子でのご参加もおすすめです。また当日の予定が合わないという方、オンライン受講やアーカイブ受講も受け付けています。そしてスピーチというよりはコミュニケーションに興味があるなという方、体験講座が大阪3月15日、名古屋3月21日、東京3月29日開催です。すべてこちら平日の夜となりますので、お仕事の方ほとんどですよね。遅れてしまうんですけど大丈夫ですかという問い合わせいただいております。全然 OK です。講座が終わった後は軽食を囲んでの簡単な懇親会も予定しています。こちらは懇親会費も込みで5000円となっています。皆様どうぞ会いに来てください。楽しみにしています。そして女性限定のランチ相談会、ちょっとおしゃれしてちょっと素敵なお店でお食事しながら女性限定でいろんなお話ができたらいいなって企画させてもらっています。題してサロンド西戸、3月15日大阪、3月21日名古屋です。ともに残席が少なくなってきております。お申し込みはお早めにどうぞ。そしてそして、運に味方してもらえる自分を作る開運講座、先日行いました基礎編は動画でアーカイブでご覧いただけます。そしていよいよ実践編は3月4日スタートです。どうすれば運に味方してもらえる自分になれるのか、単に知識ではなく実際にそれを実践してものにしてほしい、そんな講座が3月4日からスタートします。そして今日のテーマ、おえつが出るほど苦手なことが平気になったというその方は、まさに開運講座基礎編に出てある大きな気づきが起こったことがきっかけだったんです。その方は開運講座基礎編でこんなことに気づかれました。運が良くなりたいって思っている人が運がいいんじゃない、自分は運がいいと知っている人が運がいいんだ、そして自分はまさにその運がいいということが開運講座の基礎編を受けて腑に落ちた、つまり運がいいことを知っているという状態になった。そうするとスーパーマリオのゲームでいうスターの状態、無敵な状態になって、自分を生かしたい、生かさなければもったいないというそんなモードになったそうです。その方のおえつが出るほど苦手なこと、それは
胃カメラ。会社の検診で、まあ、毎年受けなきゃいけないらしいんですけれども、もうその病院の前に行くだけでまだ中にも入ってないのにおえつが込み上げてきて涙が出てくるそうです。もう40代の男性なんですけれども、もう本当に涙が出てくるので、看護婦さんがね、あれやだこの子泣いてるわよって思わずこの子っていう言葉がこう出ちゃったくらい、本当のように本当にこう注射が怖い子供のようにもう涙がポロポロ出てきちゃう、それぐらい胃カメラが苦手だったらしいんです。でも海運講座に出て運が良くなりたいじゃなくて、あ、自分は運がいいと知っている、もう完全に腑に落ちた状態になったら、まさに運がいい人の特徴の一つ、起こる出来事すべてから学んでいくっていうことが自然にどん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 起こり始めたそうです。そしてある時偶然胃カメラの話を聞いたんですね。ある方が胃カメラを受けられた、テストを受けられた、で看護師さんが背中をさすってくれてたんだけれども、まあ、途中でちょっとお仕事なのかいなくなられて、でそうするとゴミ捨てたとかね、こうなんかこう、バックヤードでのやり取りが聞こえてきた。でまた戻ってきて背中をさすってくださったんだけど、なんかちょっと機械的というかビジネスライクな感じがしちゃって、もうむしろ触れられていることが嫌だった。でもちょっと待てよ、よくよく考えてみたら検査をしていただけることがありがたい、背中をさすっていただけることがありがたいじゃないか、そんな風に気がつくとビジネスライクだっていう風に思っていた自分の感覚が変わっていったっていうお話だったんですね。さあそれを聞いた数日後、これもだから偶然であり偶然じゃないんですよね。その話を聞いた数日後にちゃんと胃カメラの検査の予約が入ってたわけです。もちろん今回も怖かった、おえつや涙がこみ上げてくる。で今回は男性の看護師さんが背中をさすってくれたんだそうです。それで正直あんまりこうその手にですね愛を感じなかったらしいんですね。でもあそうだ、まさにこの前聞いた話じゃないかって、愛を感じるか感じないかは横に置いておいて、今こうしてさすってくださることがありがたいな、そう思った瞬間、その男性の看護師さんが顔を上げて目を開けて遠くを見ていた方がいいですよって言ってくださったんですって。それまではねもうなんか怖くて怖くて目を閉じて自分の胃の中に入っていくカメラの方に意識を向けていたらしいんです。でもその声に従って遠くを見て、するとあれ、なんか検査室全体が俯瞰で見えてくる。さらに不思議なことが起こったそうです。あ、なんかこの空間全部が自分なんじゃないかっていう、こう自分が広がっていくような全体と一体になるような感覚があったそうです。するとカメラが、それまでは異物が自分の体の中に入ってきたと思ってたのに、カメラも自分の一部のような感じがして異物だと感じなかったそうです。そしてもうあんなに毎年おえつや涙が出るほど苦手だった胃カメラが平気になってしまうという、もうご本人にとってはですね、とてつもなく大きな気づき体験が起こったそうです。それでその方がおっしゃったんですよね。いや数日前にその胃カメラをね飲んだ人の話を聞いていなかったら、自分も男性の看護師さんが背中をさすってくれた時なんか機械的だなって思って、そしたらその男性の方はアドバイスをもしかしたらくれなかったかもしれない、でそのまま自分は苦しかった、そんな可能性もある。でもあーなんか手に愛を感じないな、いやでもさす
ってくださることがありがたいじゃないか。本当にね、そう感じた瞬間だったんですって。その男性の看護師さんが声をかけてくださったのが。だから、まあ、もちろん目には見えないんだけれども、自分の感覚が変わった、相手に対してこう優しい気持ちが出てきた時に、その看護師さんからも優しい言葉が出てきたんじゃないか、そんな風に彼は感じたそうです。さらにその後1時間ちょっと麻酔が切れるのを待ってからお昼ご飯というスケジュールだったので、まあ、1時間ぐらいちょうど暇だったらしいんですね。暇だな、どうしようかな、あそうだ、最近ちょっと忙しくて聞けなかった西戸明子のボイシーを聞いてみようということで、こういくつか聞いていたら、そこで出てきたのがストレングスファインダー、自分の強みを見つけるテストの話です。もう今やるのにぴったりじゃんと思って、それで麻酔が切れるのを待っていたその時間にやったら、なんとそこに現れた自分の強みの結果によって、ここ何週間か悩んでいたことがパーッと解決されてしまったそうです。やっぱり僕は運がいい、そんな風に伝えてくださいました。皆さん、このお話を聞いてどう思われますか？私はもうまさに運がいい人の絶対的ポジティブの特徴そのものだなって思いました。起こることは全部いいことだというふうに捉えることができる。全てから学んでいくことができる。全ての現実は自分で作っているんだと捉えている。必要なものは必ず与えられるという、こう世界全体への信頼と安心がある。まあ胃カメラがね、そんなに苦手じゃないという方にとってはふーんと思われるかもしれないんですが、何か他のことに置き換えてみてほしいんですよね。自分がおえつや涙が出るほど苦手で嫌だったことが平気になるって、もう人生が変わるくらいの出来事ですよね。それぐらい苦手な人とかっていうね、対象がどなたかいらっしゃる人もいるかもしれません。それから男性の看護師さんが優しいアドバイスをしてくださったことがきっかけでそれが起こったわけですけれども、これがまさに運の良さそのものだなって思いました。先日あるお寺の住職さんとお話をさせていただく機会があったんですけれども、その方に言われたんですよね。西戸さんって、運の良さというのは全てご縁です。もう断言されましたね。運の良さは全てご縁です。何かというと、人が運んできてくれるっていうことなんですよね。さりげないアドバイスだったかもしれない、でもそのさりげないアドバイスを与えてくださったのは看護師さんが、まず自分が相手に対する感謝があったからなんじゃないか、私はそんな風に感じます。ご縁というのは、何かこう特別な人とね、すごい人脈がやってきたというようなこととは必ずしも限らないと思うんですね。その看護師さんとの出会いっていうのは本当に一度だけだったかもしれない。そういう日常生活の中の一期一会の出会い、これも全てご縁ですよね。でもこのご縁を通して何がもたらされるのか、あるいは自分が何をして差し上げることができるのか、実はそういった日常の些細なこと一つ一つが全てつながり合って、運の良さというものは作られていくのだと思うのですが、いかがでしょうか。開運講座基礎編を受けて、運が良くなりたいという状態から、自分は運がいいと知っていると腑に落ちた状態になった方に起こった、まさに運に味方してもらえた体験のご紹介でした。開運講座基礎編はアーカイブで受講していただけます。そして実践編は3月4日スタートです。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。西戸明子でした。